りしてみてほしいの。ダーリン、あなたは私の言うこと全然聞かない。あれほどやめてって言った。タバコもお酒も毎日2箱7缶、1日1回とも欠かさず。肝臓やられてお釈迦になっても看病してあげないんだから。あいや、こういうテコでも聞かない。あなたのハートは真っ黒です。言いたいことは言わないし、行きたいとこからやりたいことまで決めてるくせして、だんまりさ、ね、そんなのバカみたいじゃない。そうじゃないじゃないじゃない。全然知らないわ。あれほどけなげに見つめてきたのに今ではすっかり知らんぷり。知らんぷりっていうか、それってあぐらかいてるだけなんじゃないですか。ぶっちゃけ下崎さんず、あなたのおかげで私のハートはボロボロです。釣れない時は釣れないし、そっちがなかなか言い出さないからいつも私が勝ち取るじゃん。ね、なんだかバカみたいじゃない。そうじゃないじゃないじゃない。どこか足元見てる感じで、手踏みされてる感じで。何それ、駆け引きやら勝ち負けじゃなくない。そういうめんどくさいことしてるからめんどくさいことになるんだよ。寡黙なダーリン、ねえ聞いて、切なさは飾りじゃないのよ。よそ見しないで、逃げないで、触ってよ心の奥の方。一瞬のことじゃない、おねだりしてはくれないの。言葉にできない。